中はですね、すごく濃密な日々を過ごしたかなと思います。小四郎はですね、すごく純粋でまっすぐな方なので、すごく憧れでもありますし、魅力というのを演じながら気づいていきました。先輩の佐藤さん、初めて共演させていただきまして、すごく頼りがいのある父上でした。本当？杉咲花、いや花様だったり、浅野忠信さん、小日向さんも皆に支えられながら撮影なんとか乗り切れたかなと思っております。とにかくまあね、皆さんに本当楽しんでいただけたら一番嬉しいなと思っております。はぁ、借金が？借金100億の巻き込まれ系プリンスに国の未来は託された。どうする、プリンス？無理だよ。大名父さん。小四郎役の神木でした。